アグラウロスは、ギリシア神話の女性である。主に、の三名が知られている。以下に説明する。このアグラウロスは、アクタイオスの娘で、アテーナイの初代の王ケクロプスの妻である。ケクロプスとの間に、エリュシクトーン、アグラウロス、ヘルセイ、パンドロソスを生んだ。カレル・デュジャルダンの1652年の会が、嫉妬に命じたアテーナー。ウィーン美術アカデミー所蔵。 このアグラウロスは、アテーナイオーケクロプスの娘で、エリュシクトーン、ヘルセイ、パンドロソスと兄弟である。アグラウロスは、アレースとの間に、アルキッペイを、また一説にヘルメースとの間にケイリュクスを生んだ。神話によれば、アグラウロスとその姉妹たちはアテーナーから、赤子のエリクトニオスの入った箱を預かった。しかし、アグラウロスとヘルセイは中を見ることを禁じられていたにも、 かかわらず、箱を開いてみてしまい、エリクトニオスを守っていた蛇に殺されたとも、アテーナーの怒りに触れて気が狂い、アクロポリスから身を投げたとも言われる。またあるいは三人で中を見たがそのことをカラスが、アテーナーに知らせ、三人は気を狂わされて、海に身を投げたとも言われる。オビデュースによれば、ヘルセイとパンドロソスは、アテーナーの言いつけ通りに預かっていたが、 アグラウロスは姉妹たちを笑いながら中身を見、そのことをカラスがアテーナーに知らせた。後にヘルメースがヘルセイに恋をして訪ねてきた時、アグラウロスは恋の中立ちをすると言って黄金をせしめ、ヘルメースを追い返した。それを知ったアテーナーは嫉妬に命じてアグラウロスの心にヘルセイに対する嫉妬を起こさせた。このためアグラウロスは悩み苦しみ。 ヘルメースが再びやってきた時に、ヘルセの部屋の扉の前に座り込んで神を入らせまいとした。怒った、ヘルメースはアグラウロスを石像に変えたが、その石像は嫉妬心のために黒色であったという。なお、アテーナイのアクロポリスには、アグラウロスの聖縁があって、ペルシア戦争の際、ペルシア軍はこの付近からアクロポリスに登り、神託を誤解して、 テミストクレースに従わずにアクロポリスに立てこもっていたアテーナイ人を皆殺しにした。このアグラウロスはアテーナイ王エレクテウスの娘で、エレクテウスは自分の娘プロクリスと近親相関の結果、アグラウロスを設けたという。ありがとうございます。